会津若松市の鶴ヶ城で来月から始まる光のアートプロジェクト。鶴ヶ城の天守閣は来月から来年3月末までの間、耐震工事を行うため入場することができなくなります。その期間も訪れた人が楽しめるように、工事を行わない星井櫓と南走り長屋、それに黒金門の3カ所で光を使った展示を行います。鶴ヶ城の内装がライトアップされるのはこれが初めてです。こちら指定の位置に立ちますと、当時の工法や技法を用いて復元されたライトアップされた上、音声ガイドで鶴ヶ城の歴史を学ぶことができます。この企画では難攻不落の名城である鶴ヶ城の歴史をプロジェクションマッピングで映し出すほか、走り長屋の小部屋では白虎隊の歴史などを体験型で学ぶことができます。鶴ヶ城の光の歴史絵巻ということで、さまざま展開していきますので、一人でも多くの方に会津にお越しいただいて、ぜひお城を見たという方にも再度来ていただきたいなと思います。来月1日から来年3月末まで開催される鶴ヶ城光の歴史絵巻は、高校生以上が410円、小中学生は150円で楽しむことができます。